どうも、ケントです。ということで、今回は、前回、アップデートが来て、枕が大幅に強化された話しましたよね。で、それと同じで、乙骨瑛太くんもめっちゃ強化されてて、なんと、術式をコピーできるようになったんですね。ということで、今回はそれを利用して、このね、ガチャの中に、モブが入ってるから、こいつらの術式をコピーして、最終的には最強になった状態で、マコラに挑んでいこうかなってことで早速やっていこう。ダメージを受けるとコピーできるらしいの、術式を。だから戦って勝たないといけない。で、負けると術式コピーしたの消えちゃうから、負けないように戦わなきゃいけない。負けたらもう乙骨瑛太が一人、間違いない。これはで、今何が出た、これ今ゾンバだね。で、こういうゾンバとかもコピーできんのよ。一回戦ってみるか。だからちょっと攻撃今食らったでしょ。で、ほらコピー1ってなってるの分かる。攻撃食らったらここにランが増えるのさ。コピー1、コピー2、コピー3、コピー4、コピー5って5個まで術式はコピーできるの。だからちょ、うざいな。これでコピーしたやつをほい、ほら自分も今使ったの分かる。これ今の立ってません。こういう風に攻撃することができるんだよね。で、これを使ってどんどんね強いやつ倒して枕を倒せたらいいなっていうやつ。いや、マコラはそれ以上に強いから、ちょっともっと強い技をたくさん手に入れないと。まずい。ケチズか。ケチズってなんかあったっけ、技。待って、なんか嫌な予感しかしない。あ、これか。待って、これか。あーね、まずこれ、これもね、ちょっと使ってって。これね、な、血吐くやつ。これ終わった気がすんな。え、いや、後に控えてるやつらに期待するしかない。正直そこに期待するしかないよね。痛い、地味に痛い。よし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 、次3つ目。それなりに強いやつ来るとは思うけど、誰。お、長宗じゃない、海宗だ。海宗、いやー、海宗あれね、あのなんかあったっけな、なんか、あ、そうだ、これだこれだ、これコピーできたかな今ので。あ、できてるできてる。これね、お、呼ぶの服取れた。なんで、まあ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 、もう倒しておくか。よしよしよし、次。お、長宗。なんかさ、ずっと血の人な、3兄弟受胎クソーズ3兄弟手に入れちゃったけど、長宗って案外強いのよ、マジで。ほい、ちょっと待て、いった。お、これで4個目。いいね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 。鮮血強いね、絶対。いった。え、待って、これ5個目手に入れちゃったらさ、これで頭打ちなんだけどねえ。ちょっとちょっと待って、これ以上ゲットできないよ俺技。え、これで枕戦うの無理じゃない？え、終わったかも、もしかしたら。最初の技が弱すぎたね。え、マジか。ちょっと待って、ちょっと地味に強いし。オッケーオッケー。え、マジか。待って、どうしよう。あ、一回戦ってみよう。これで、まあ、うん。一回見てみよう。まず、いや、ちょっと、乙骨瑛太くん自身も別に弱いわけじゃないから、強いから、特級だし。そう、ただ単体でいったら負けんのよ、普通に。マジで単体だったら負ける。お前早い早い早い行くの、ちょっと待って、早い早い早い。今話してたじゃん、もう話聞いてないだろ。ただ敵を遅らせるんだよ、こうやっていっぱい技使って。それ大事だと思う。ちょっと待って、やばい。よし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 、そんな一気に適応できないだろお前、どうせ。え、できんのかな、待って、わかんない。やばい、めっちゃ回復してる。まずいか。よしよしよし、待って、いって。え、でもさ、結構削れてる、めっちゃ削れてる。え、いけるかも、案外案外いけるか。あ、待って、めっちゃ回復した。え、回復量えぐない、半端ないって。ちょっと
痛い痛い痛い、ちょっと待って、本当にやばい、まずいかも、マジでまずいかも。適応したかな、先決、よしよし、あ、効いてる効いてる、一応効いてる、ちょっと待って、うわ、いった、ちょっと頼むぜリカ、ちょっとリカがちょっと頼りすぎる、ちょっと待って一回ぶっ飛べしたい、おい、オッケー、ちょっと一回休憩しよう、森本、リカちゃんちょっとちゃんとして、いった、仮払い、お、ちょ、リカ、あ、いや、さすがに勝てないよな、だよな、分かってたよそんなのは、まあ、なんとなく分かってたよ、うん、いや、もうしかももう回復しちゃったし、マックスやん、まあ、で今のは今のでもう消えちゃったから、技もう一回引き直すか、よし、次、お、盲目、あー、あ、もう、もしかして、あ、もうコピーしてる、早いね、いてちょっと待って、強い、地味に強いのやめて、ちょっとリカちょっと倒して、うっ、あ、強、リカ強え、リカ強、クソ強いやんお前、あ、ナナミン、え、ナナミン、え、何かゲットできんだ、一回戦ってみよう、いった、だって回復しとけばよかった、あ、でもこれ結構便利だな、浮かせんの、いった、ちょっと待って、やばいかもこいつ、よしよしよし、あ、え、この技便利すぎるかも、上に浮かせるのすごい便利、いった、当たればの話だけど、ちょっと待って、よし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 、いいね、おーい、でもこいつが技を使ってこなければ、いや、これってコピーできてないね、これはコピーできないのか、ちょ、何がコピーできんだ、え、技打ってくんないとコピーもクソもないからな、ちょっと待ってよ、あ、もしかしてガラガラ、あ、待って、もしかして今ので、ちょっと待って、あれ、増えてないぞ、ちょっと待って、ガラガラをどうにかしてコピーしよう、ちょっと待って、お、来た、ガラガラ、いいね、これでコピーできたんじゃない、コピーできてるね、よし、お前はもう用済みだ、じゃあな、今までありがとう、バイバイ、ななみ、よし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 、ほい、ん、お、花見、え、花見って俺が今戦って勝てるもんなの、まあ、やってみるしかないけど、一回リカ用意しとくか、早速行って、あー、もうゲットできた、あ、早、もう殺そう、ぶっ殺そう、え、で、こいつ確か普通のやつと、あとはなんかしゃがみながら使って、いった、使い分けるんだよね、それで、だからこれしかなかった多分、技は、うん、これしかない、 OK、 問題ない、いって、いった、威力強い、でもバカ威力強いかも、待って、余裕ないかも、ちょっと待って、本当に余裕ないかも、うう、待って、ちょっとリカちゃん戦って、リカ一回ちょっと戻ってきて、ちょっと一回休憩しよう、計算しよう一回、あー、やべえ、いて、ちょ、リカ頼んだ、ナイス、え、結構削れんな、リカのあの最初のやつで、あれ戻して出して繰り返せば、あれずっとできんのかな、そうだったら強いけど、いっと死ぬ、危な、確か金を引いたからこれか、はい、全員仁一、確か名前、これ名前覚えるのマジで苦手なんだよね、本当に覚えてない、え、仁一だっけ、まあ、そんな感じ、まあ、仁一だろどうせ、ああ、お前あの拳使ってくるやつね、ボボボボボボンっつって、
あんまり覚えてないけど、原作でどんなことしてたか。いっと、え、もう覚えた、もしかして。来た、覚えたね。早い早い早い。え、これ確かさ、使えなかったよね、なんか。いった、なんかキャラ選択いないもんね、だって。それで使えるのでかくない、結構。てー、マジで。やばいやばい、ちょっと待って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 。よしよしよし、ほら、いけりか。よしよしよし、ナイスナイスナイス。で、お前もう死ぬんじゃない？いや、まだまだあるな、 HP。 ちょ、リカ一回戻ってきて。あ、やばい、8秒、クールタイマーのか。いてててててて、よし、で、最初のこれであいつ倒せないか。まあ、でももう倒せるでしょう。ほい、で、最後、それじゃあ引いていくか。ほい、お、ダゴンだ、ダゴンだ、頼むよ。お、あ、終わった。最初に、あ、これか。あ、最初これか。これか。最初。終わった気がする。5個目、だって。え、待って。マジか。うわ、1匹のやつでしょ、ほら。うん、知ってた。マジか。なんだっけ、あの、いっぱい出すやつ。シルルイ、ん？シルルユー軍だっけ、確か。え、シルルユー軍惜しかったな。これあんまいらなかった、マジで。こっちよりももっと欲しいのあったね、正直。で、HP、まあ、いや、強いからな、ちゃんと。ちょ、リカもちゃんと出していかないと。負けるね。どこ行った、あいつ。え、どこ行った、あれあれあれ、消えたくね、あれあれあれ。とりあえずリカ出して、あ、そうか、でもリカのこの最初のやつが強いのか。で、ちょっと待って、とりあえず術式魔法も出しとくか。とりあえず行け、リカ。とりあえずリカ、リカ、オッケー、リカ行ってる、リカ行ってる、オッケー。その間にいっと、ガトンって言ったな。回復か、今の回復かっこいいな。でも1個目、オッケー。お、浮かせれる、でか、でかい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 、それはでかいな、マジで。よしよしよし、マジででかい、ほんとにでかいわ、それは。次、なんだっけ、これガラガラか。いけ、お、いいねいいね、結構食らってね。え、めっちゃ食らってる、いけるかもこれ。あ、適応したな、何かに、多分多分何かに適応した。いった。で、3つ目の技、花見、当たってない。て、待って、マックスまで行っちゃった。やべ、やらかした、本当に。さっさと行けなきゃ、行けなかったのに。マジかよ。 OK、 ちょっと待って、ちょっと待って、4つ目があの拳でしょ。ちょっと待って、その前にちょっと遠ざけるか、この魚のやつで、1匹のやつね。よし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 、その間に回復されちゃったらちょっとあんまり意味ないんじゃない。いや、リカちゃんにやってもらうか、これ連れてって橋まで。うーわ、やばい、適応した適応したわ、ほんとに適応したわ。ちょっと待って、拳、いけ、リカちゃん。300ね、やばい。で、ほぼ使えなくなった今ので。やばい、どうしよう、もうほぼ適応しちゃったやばい、無理だ、無理無理無理、勝てない勝てない勝てない、さすがに勝てない。え、でもこれ拳だけでさ、ワンちゃんリカちゃんと二人でやれるんじゃね、無理かな。いけ、リカ、よしよしよし。コピー1個目なんだっけ、これ。浮かせるやつか、浮かせて攻撃するやつね。あ、結構食らうぞ、でもこれ最初から。マジ、いった、めっちゃ回復したけど。いけ、リカ、お前ならいけるぞ、信じてる。え、この技強くね、盲目の技。いや、回復力がパネーわ、でも。どうしよう。やばいわ。あ、無理、無理かも。
無理かも。あ、でもリカが頑張ってるけど無理かも。リカが頑張っても無理かも。かなり、うん、まずいね本当に。あ、やばい、一瞬で殺されちゃう。でも、いや、でもでもとかじゃない気がするんだよね。もう無理な気がする、本当に。あ、死ぬ。あー、強くない？え、これで勝てないの？結構な技ゲットしたよ俺。で、ちょっと最後にちょっと五条悟の技持ってきていい？ちょっと頑張って全部の技コピーしてくるわ、五条悟の無加減以外。疲れた、マジで。ちょっととりあえず見てほしい、これ青ね。うん、青と次赤、その次紫で、その次が上古の技だね。燃焼、これ燃焼。まあ敵いないから見えないけど、まあ多分敵目の前にいたら使えるはず。で、5個目が枯れ木中。これで一回マコラと戦ってどんぐらいいくかだよね正直。いや、まあ乙骨の状態だから、まあ、いろんなの使えるからいけるんじゃないかなと思うけど、さっきまでのやつ見てると無理そうってのもあるんだよな。で、乙骨自身じゃ結構きついしな。あれでも呪言結構効くな。あ、織本理科先に出さなかったの間違いかも。全然適応しちゃう、全然間違い本当に。じゃあ早速使っていくか。青よし、でもとりあえず殴ろう、どんどん殴ろう。青よし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 。じゃあ織本理科はまあ HP 大丈夫か。青、一応青で削れるうちにどんどん削って、こうめっちゃ削れんなお前。いいね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 。よし、リカナイスリカナイス。赤13、え、うん、ん、適応した？そんなバカなことある？え、ちょ、て、いや、え、青に適応したら赤も適応するとかある？赤、あ、いや、食らう、全然食らう、与えた効果が悪かっただけと信じたい。で、とどめはちょっと赤で刺せるかな。いや、青使うか。違う紫だ挙式紫どう？いった来た、うお、来た倒せたか。いや、ちょっとジョーゴ使わなかったけど、全くジョーゴの術式使わなくても勝てたな、全然問題なかったね。いや、織本理科頑張ってくれたよ、よくマジで。結構食らわせたもんね、お前単体で。普通に強かった。いやー、ということでねここら辺でね終わっていこうと思います。それじゃあ、よかったと思ったらチャンネル登録、高評価、 Twitter のフォローなどよろしくお願いします。それじゃあ、バイバイ。